極めてレアなアメリカンフルサイズワゴンの一台が、キャデラックに存在します。英国編集部が魅力に迫りました。エルビス・プレスリー氏らもオーナーだった。呆れるほど巨大な、カスティリアン・フリートウッド・エステートワゴン。1976年式キャデラック・フリートウッドが、ベースだ。俳優のサミー・デイビス・ジュニア氏や、エルビス・プレスリー氏。 ジョン・ウェイン氏といったそうそうたる人物がオーナーとして名を連ねた。1950年代から1970年代にかけて作られた過去のキャデラックステーションワゴンと同様に時代を遡ると特注のワゴンボディはノースハリウッドのコーチクラフト社やミシガン州のアメリカンサンルーフカンパニー社、シカゴのモロニーコーチビルダー社など複数から 提供されていた中でも、最も有名なのが、オハイオ州のヘスアイゼンハルト社が手掛けた車。1950年代に、ビューマスターという、素晴らしいウッディーワゴンを完成させている。1959年には、観光目的の豪華なタクシーも作られた。さて、今回のカスティリアンエステートワゴンは、インスブルックブルーのボディにアイボリーレザーが組み合わされた一台。 コロラド州デンバーのディーラーを通じて販売され、近年まで同じ街を走ってきた。現在の走行距離は3万2000キロメートルほど。キャデラックラサールクラブ賞のコンテストで優勝をつかんだ過去も持つ、素晴らしい状態にある。オプションもふんだんに搭載され、現存ではベストかもしれない。現在のオーナーはダニー・ドノバン氏。何年もかけて、 ロングルーフのキャデラックを探してきたが、なかなかお眼鏡にかなう車を発見できなかったらしい。キャデラック水準で仕上げられた車内、実物を前にすると、そのスケール感に息を呑む。テールに向けて絞られていくフォルムは、ジャガー XJS をベースにした、シューティングブレーク、リンクスイベンターにも、遠くない。当時のアメリカ製、ステーションワゴンの多くには、 上下で分割するテールゲートが与えられていたが、カスティリアンの場合は上ヒンジの一枚もの。広大な過室へ一発でアクセスできる。車内にはエルビス・プレスリーも納得したであろう。ふかふかのカーペットが敷かれている。過室にもトラディショナル、コーチワークス社の仕事は、キャデラック水準で仕上げられている。加工された C ピラーと三枚目のサイドウィンドウは、接合部分を ステンレス製のトリムが覆うテールゲート上部のウィンドウディフレクターはオリジナルのスタイリングに調和しているフロントグリル上部は分厚いクロームメッキのトリムで飾られているその頂点では女神が風を切っているキャデラックの V8 エンジンは静かでパワフルでなければならないだが存在を主張したりオーナーの自尊心を過度に高める必要はない大きなボンネットを開くと 黒く塗られたエンジンルームが姿を表す黒いホースやパイプ配線が雑然と張り巡らされているそれに半分隠れるように1975年からのオプションだった燃料インジェクションを乗せた8.2リットル V8 エンジンが見える完璧な快適性に浸れるシャシー、カスティリアンというモデル名はスペイン中北部の言葉や様式を表す単語 当時のアメリカでは映画界を中心に洗練されたものを表現するのに、スペイン語がしばしば用いられた。この車にもぴったりだ。クライスラー・コルドバも同時代のモデルだった。ドアを開くとパイピングが施された枕のようにふかふかのレザーシートが迎えてくれる。反面、ダッシュボードやドアパネル、驚くほど小径で傾けられた。 ステアリングホイールにはフェイクのローズウッドがあしらわれている。ベンチシートは6ウェイの電動。エアコンも装備され、至って快適。メーターパネルは驚くほど小さく、100mph まで書か,かれたスピードメーターに燃料系と水温系しかない。警告灯が別のエリアに並ぶパワーウィンドウとドアロックのパネルは運転席。 側ドアのアームレスト上、エアコンとクルーズコントロールのパネルが、ステアリングコラムの左側にある。リアシートも広々としており、フットレストが内蔵されている。背もたれは倒せるが、広大な過失を考えれば、その機能が必要とされる機会は少なかったはず。セレクターでドライブを選ぶと、自動的に4枚のドアに、ロックがかかる。1976年式。 キャデラックの新機能だった。サスペンションには自動レベリング機能もついているアクセルペダルを傾けると息を吐くように静かなノイズで大きなボディが進み始める。3速 AT の動作はほとんど気にならない。路面からの入力は見事に遮断され、ロードノイズも極めて静か。完璧な快適性に浸れる。 フルサイズオーゴン機の最後を飾ったワゴン。最高出力 192PS は、車重を考えると控えめ。49.6kgm、M という、豊かなトルクが 2000rpm から湧き出てくるから、現代の交通にも馴染める、活発さと滑らかさがある、時速 40km を超える速度でコーナリングを、試みると、アンダーステアへ展示。 フロントタイヤが泣き出す。手応えもほとんどない。少なくともレシオは高く、巨大なボディながら意外にも扱いやすい。不思議なことに、全長 5893mm、全幅 1981mm というボディにも、すぐに慣れた。ブレーキは、全身的に効く。それ以前のフルサイズアメリカンが装備した、効かない。 ドラムブレーキとは異なる1960年代から1970年代にかけて優れた大型のステーションワゴンが欲しければアメリカ車しか選択肢はなかったデトロイトの剣道なセパレートフレーム構造と大排気量のエンジンがファミリーカーへ必要な全てに対応したシートやウィンドウは電動化され大トルクの V8 エンジンに手間らずの AT フルサイズのステーションワゴンは過剰とも言えたアメリカ車の黄金期をよく表していた超高級といえたキャデラックカスティリアンエステートワゴンはその中でも別格アメリカのコーチビルドとハリウッドセレブが結びついたその時代の最後を飾ったモデルといえるファミリーカーとは違っていてもマスキー法の改変で徐々にパワーが失われていったアメリカ車不遇の時期を迎えてもなお 輝ける、ステーションワゴンは誕生していたのだ。協力、D.D. クラシックス社。キャデラック・カスティリアン・フリートウッドエステートワゴン。1976年、北米仕様のスペック。英国価格、3万ドル、5万ポンド、約775万円以下。現在、生産台数、11台、1976年。全長58、mm、5893ミリメートル。 全幅、1981mm。全高、1448mm。最高速度、時速 177km。時速0、97km。加速、11.0秒。燃費、3.5km。LCO2 排出量。車両重量、2540kg。パワートレイン、V 型8気筒8194。 CC 自然吸気、使用燃料、ガソリン、最高出力、192PS、3600RPM、最大トルク、49.6kg、M2000RPM、ギアボックス、3速オートマティック。